日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら年明けうどんとしてまるちゃんの白い力持ちうどんと黒い豚カレーうどん、そしてうどんとは違いますけど丸宮のちいかわスープ2種類でちょっと癒されたいと思います。癒されるのかなこれ、激か鬼辛とか書いてるけど、こちら白い力持ちうどんはコメントでおすすめしてもらったので今回食べてます。でもう白い力持ちうどんだけだと寂しいかなと思って、おつゆとなる黒い豚カレーも用意しました。白黒はどっちが美味しいのかな。では作ってまいりますので少々お待ちを。出来上がりました。鬼辛カレー、どんなカレーなんでしょうね。ちょっと飲むの怖いんですけど、でも結構刺激的な香りもして美味しそうだなと思っていますので、では飲んでみますね。うわっ、カレーは本当に来る。これはうわー、だけどうん、一方でほうれん草は癒してくれるな。このカレーはなかなかきついぞ。このカレー飲みきるのはなかなかきついかも。ほうれん草でなんとかケアしながら、ダメだ、舌がしびれてきた。このまま行くと全部やるくそ、むせまで発生した。このまま行くと全部やる前に舌がしびれてしまう。仕方ない、ここは一旦。お疲れ様です。最初に食べたちいかわ鬼辛スープは結構舌に刺激が残る、ビリビリとした辛さがきます。ちいかわの漫画としてかわいさに釣られて買うと意外とブラックな面が見えてくるかもしれません。一方のほうれん草のポタージュは結構まろやかな甘みで、ほうれん草の青さも若干感じますが、カレーの後に飲むともう地獄から天国みたいな味わいがあります。カレーの後に飲まなかったらどうなるんだって感じで、まだスープ残ってるんですけど、これもめくと舌が回りそうにな、回りすらなくなりそうなので先にレビューします、ね、こちらの白い力もちうどんはお餅の弾力のあるねっとりもっつりとした食感がうどんにもよく絡んで美味しかったです。ただ他に特筆するべき部分はないので、あくまでお餅入りというだけです、ね、でこちらの黒カレーうどん、激辛の後は黒いカレーでも優しくまろやかな味わいに感じます。まあもちろんそんな辛口うどんではないんですけどね。ちょっとお汁もったいないので後でしっかり飲みますけど、ダメだ、舌がビリビリ振るヒリヒリヒリしてきた。今日食べた中ではこちらのちいかわほうれん草ポタージュがまろやかな味わいとほんのり感じる野菜の味、野菜の風味を感じられて一番癒されましたので、代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。